皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日紹介させていただくのはソードクルニクルシリーズからの新発売商品でございます。ソードクルニクル仮面ライダーファイズ2でございます。こちらね、ソードクルニクルシリーズ、現在は仮面ライダーファイズが展開されておりますが、そちらの第2弾が発売となりました。クロニクルファイズシリーズはね、今回の第2弾で、一般販売終了ということで、ファイズをねこう盛り上げるクライマックスだったり、劇場版のライダーだったりが今回収録されているようですので、それをね早速外箱を見ながらラインナップを見ていって、そこから完成したものをしっかりレビューしていきたいなと思います。それでは一つ一つ箱を開けて見ていきたいなと思います。1番2番仮面ライダーファイズブラスターフォームでございます。こちらね、ファイズの最強フォームである仮面ライダーファイズブラスターフォームがついにソードクルニクルでフィギュア化されました。やっぱりね、最強フォームの商品化いつでも嬉しいですよね。上はこのようになっていて、反対はこのようになっております。それぞれね、内容物等もしっかり書いております。ソードクロニクルシリーズ、もといソードシリーズはいわゆる A と B、 ボディとアーマーっていう風に分かれているんです。今回はね A と B という形になっていますが、 A と B 両方とも、購入して初めて完成する一つのフィギュアとなっておりますので、一緒にね2つ購入するのも忘れないように気をつけてください。続いていきましょう。3番4番仮面ライダーデルタ A、B でございます。こちらもねファイズのライダーでいう3番目のライダーですね、デルタ。こちらもソードクロニクルで商品化となりました。数々のねキャラクターたちが変身を遂げましたが、あなたはどのようなポージングをしますかっていうところが試されるところですよね。まさにこれなんか北崎かなって思うようなポージングでございます。反対はこのように内容物もしっかり書いてくれております。それでは続いていきましょう。5番6番仮面ライダーサイガー A、B でございます。こちらは仮面ライダーファイズパラダイスロストに登場しました仮面ライダーサイガー。こちらも一般販売のソードクロニクル、ラインナップしてくれました。嬉しいですね。サイガーもね非常に、気になる内容物もね多いかと思われます。パッケージはこのようになっていて、後ろもこのようになっております。気になるパーツがたくさんありますね。こちらも徹底深掘りでチャンネルライダーヒロ紹介していきますので、ご安心ください。それでは続いていきましょう。7番8番はい、こちらも、劇場版仮面ライダーファイズパラダイスロストから登場しました仮面ライダーオーガ、B でございます。人気の高いダークライダーの一人なんじゃないかなと私的にも思っております。そのオーガが一般販売での商品化です。嬉しいですね。反対はこのように内容物もしっかり書いてくれております。さあ、今回ね、全10種類の最後のラインナップいきましょう。9番10番ライオトゥーパーA、B でございます。こちらね、仮面ライダーファイズパラダイスロストにも登場、そして仮面ライダーファイズ本編にもね終盤の方登場しましたライオトルーパーの方が今回商品化ということでね、もうこちらの10番のパッケージなんかもういっぱい買えよういっぱい買えよって言わんばかりね、目指せ1万人無理でしょということでね、パッケージの方からもすごい圧を感じます。反対はこのようになっております。ライオトルーパーのね、付属品と、それ以外にもねファイズブラスターフォームのね、付属品がこのライオトルーパーにはついておりますので、ちょっとそれもね、完成品の時にしっかり紹介していきたいなと思います。ということでね、今回ね紹介させていただくのは、全10種類でございます。ということでね、この大箱の方にも全10種類のうちの、10個入りということなので、全てのアソートが1つずつ入っていますので均等ですね。なので全種類買いたいなと思う方はもうこの箱のまま行ってくれて問題ないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。それではね、ここから組み立て貼り付けをして完成したものを紹介していきたいなと思います。それではスタートアップ。はい、ということで組み立て貼り付けの方全ラインナップ完了しました。ということでね、完成品の方一つ一つしっかりね紹介していきたいなと思います。それでは1番2番で完成する仮面ライダーファイズブラスターフォームの紹介でございます。ファイズ最強フォームであるこのブラスターフォームね、やっぱりこの衝動サイズ、いわゆる衝動も近いサイズ感していますがね、これくらいのサイズ感でブラスターフォームのね、フルアクションの稼働フィギュアっていうのは装着変身以外なかなかなかったんじゃないかなと思うのでね、非常に貴重な立体化でございます。非常に嬉しいですね。他のね衝動の最強フォームたちとも並べたいっていう方もいたと思うんで、ここがねブラスターフォーム、いいフィギュアゲットするチャンスなんじゃないかなっていうのはまず紹介しておきたいかなっていうポイントでございます。ということでね、しっかり見ていきましょう。まずねマスク、造形で目のこの模様の部分しっかり、表現してくれております。普通のファイズと違ってね網目のような模様がしっかり入ってるんですが、その部分をねしっかりこの造形で表現してくれてるところリアルでいいですね。シールの部分に関してなんですが、マスクの部分はこの真ん中のね緑のチョンってついて
てる部分、この機械のような部分ですね、ここ一直線に全てシールで、反対側のこの銀の部分、そして黒のこの部分ですね、ここまではシールとなっております。またね、ファイズの横から見た時に見えるここ、この銀の部分もシールとなっております。首の部分も一応シールですね、黒のっていう感じで、次はねアーマーの方行きたいと思います。アーマーのシルバーは初めから塗装されております。そしてね金色っぽいこのカラーリングの部分も初めから塗装されております。黒のラインに関しては全てシールとなっております。ちょっとねリアルな凹凸を再現してくれているので、貼り付ける際ゆっくり貼り付けてあげるといいんじゃないかなと思います。またねこの脇腹の赤と、黒のラインの部分、後ろの金の部分、そして黒の部分は全てシールとなっております。また肩の部分もね、いわゆる銀以外のこのカラーの部分に関しては全て、シールとなっております。こちらのねブラスターフォームの、ストリーム部分も全てシールとなっていて、銀の周りですね、腕周りもシールとなっております。シール貼り付けて完成した際にできるこの高クオリティのフィギュアって、この感動が忘れられなくて、やっぱりね貼れるのがね頑張れるんですよ。造形部分ですよ。最初ねマスクの部分でも紹介した通り、ブラスターフォームのこのアーマーのデコボコした感じ、非常にリアルに表現できております。またね、普通のファイズと違って部分、この腕の部分のねこの金色のねちょっと模様みたいなのが追加されてるんですが、この部分だったり、あとこちらファイズポインターを差し込むところのね造形も、爪の部分はねちょっとまた変わってるんですよ。それがねしっかり造形とシールで表現されていて、非常にリアルにできております。可動に関してはね、もともとのファイズが非常にクオリティ高かったので、非常にその良さをそのまま引き継いでいるという感じですね。手首の爪となるこの銀の部分、こちらも初めから塗ってくれております。嬉しいポイントですね。やっぱりねこちらの部分も手を抜かれがちなポイントだったりするんで、騒動はここは手抜かないぞという気合をね今回も見せてくれました。はい、もうプロポーションもね、前段のファイズと同様となっておりますので、非常に素晴らしいです。このタックンっぽいポージングが決まりやすいっていうの分かりますか？ちょっとダラッとした感じ、めちゃくちゃかっこいいですよね。このブラスターフォームね、ぜひね、手に入れたくなるんじゃないでしょうか。そしてね、ここからは、豊富な付属品の紹介でございます。この1番、2番を購入することで、ブラスターフォームにも手首をはじめとする、パーツがたくさんついております。紹介していきますと、こちらついてるのが開き手ですね。そして、グーの握り手、パンチするときに使ったりするものですね。それを左右ついております。他には武器持ち手も左右しっかりついております。またね、ファイズブラスターに、キーを入力するときに使えるような、こう指を刺しているようなこの手首、こちらもしっかり、左右ついております。他にはすで、にね装備されておりますがファイズポインター展開前、そしてファイズショット展開前っていうのがねそれぞれしっかりついております。さらにはファイズブラスターフォームといえばの、体についている装備もう一つありますよね。そうです、背中でございます。こちらです。こちらのねパーツはなんと、はい、取り外しが可能です。ということは、ドルルルーンっていう感じで、大きなパーツの方に差し替えることで、劇中のようにね、肩から発射するこのバスターもしっかり付属しております。かっこいいですね。これをつけてね、今はね、比較用にわざとこちらはつけていませんが、左右両方ともついておりますのでご安心ください。こちらでね、パコンパコンパコンって打ってるシーンもあったので、それも再現可能ということでございます。そして、もちろんファイズブラスターフォームといえば、この変身アイテムでございます。ファイズブラスター。こちらは、展開前のこちらのモードがついております。普通にね、キー入力したり、アウェクニーコンプレートっていう状態の変身するときにね、使っているような状態、こちらの、ファイズブラスターがついております。展開前のモードだけが付属してるっていうのはどういうことって思うかもしれませんが、後ろに映っているこのライオトルーパー、こちらですね、9番10番で完成するこちらの方に、それぞれ付属しております。いわゆるブラスターモードだったりライドモードだったり、こちらの2モードをね、ぜひ持たしたいなという方はこのライオトルーパーを一緒に購入するのを忘れないであげてください。やっぱりね、ソードシリーズも、売れ残りだったりそういう部分もね、あっちゃね今後の展開にもね響いていくんで、ちょっとねその辺は別のラインナップに分散しているっていうところもあるのかもしれません。購入する際ね、思いっきりかっこよく持たして飾りたいっていう方はライオトルーパーも一緒に購入するのを改めて忘れないようにしてあげてください。そしてね、そのライオトルーパーについている、ファイズブラスターをそれぞれ持たせるとこのように、はい、バスターモードでございます。さっきねブラスターモードって言ってましたけど、これバスターモードですね、すいません、バスターモードもしっかり、このようにかっこよく再現することができます。そして、もう一つライオトルーパーについているブライドモードを使うと、はい、このように
ブレイドモード的ね、切りつけたりするシーンだったり、フォトンブレイカーの再現だったりすることもできます。やっぱりね、あのファイズブラスター持ってる、ポージングするのは非常に様になるんでね、かっこいいですね、似合います。ということで、付属品の方はね、この他にもファイズブラスターフォームには、ファイズポインターのイントゥーモーション、そして、ファイズショットのイントゥーモーションもそれぞれついているのですが、こちらの方ね、劇中ではミッションメモリーを装備していないのですが、ミッションメモリーを装備したシールになって、付属しております。もしね、完全再現にこだわりたいなっていう方はミッションメモリーの部分だけシールを削ったりしてもいいんじゃないかななんて思います。っていうのはね、ファイズブラスターフォームになってからはこちらのファイズブラスターで、全ての武器をイントゥーモーションだったりエクスイチャージだったりをね、ここでね制御することになっているので、今回ねそのシール部分についてはちょっと一応ボーナスとしてつけてくれたのかという、悩むべき部分ではありますが、超強化クリムゾンスマッシュなんか絶対したいですもんね。まずはね1番2番で完成する仮面ライダーファイズブラスターフォームの方を紹介させていただきました。それでは続いて3番4番で完成する仮面ライダーデルタ、こちらの紹介に移りたいと思います。私がしたこのポージングは誰かわかるでしょうか。もちろんファイズ見てた方はなんとなく察しはつくかと思います。三原修司のデルタでございます。やっぱりね今回結構敵キャラが多い中なんで、ここで北崎のポージングをしたらもうかなりタックンアウェイなんじゃないかなということで、三原で飾らせていただきました。ということでねデルタの紹介でございます。デルタに関しては本当にね白と黒のシンプルな、カラーリングにねちょっと、複眼の部分のオレンジがあるというような、キャラクターなんですが、目の部分はもちろん塗装です。デルタの特有のこの三角の中にある機械の模様っていう感じですかね、それぞれシールとなっていて、またねこの頭のラインの部分だったりは、全てシールとなっております。基本的にはね白のライン塗ってくれてるところも多くて、背面の部分だったり、そういう部分に関しては基本的にはシールが多かったですね。また手足の部分は、ファイズカイザー同様の、張り具合だったかなという印象でございます。ということでね、稼働に関しても、今までの、ね、ファイズシリーズと同様の素晴らしいクオリティです。なんといってもデルタは、ファイズとカイザーと違い、武器がねこのデルタフォン、デルタムーバーということに、なっております。こちらの2つだけですので、こちらのバリエーションがね今回、付属品として非常に豪華についております。説明していきますと、今ついてるのが握り手、開き手、そして武器持ち手ですね、それぞれついていて、デルタではちょっとなかなか使うことはないのですが、一応金型の影響でこのボタンを押すような人差し指のこちらもついております。他にはですが、基本的にはいろんなパターンのデルタムーバーだったり、デルタフォンだったりが付属しております。腰のホルスターに装着している状態のデルタフォン&デルタムーバーという状態でございますが、単品のデルタフォン、そして単品のデルタムーバー、横のねデジカメのように開いているデルタムーバー、さらには何もついてない時に使える腰のホルスター、まだまだあります。デルタフォンを取ってる状態の時のホルスターバージョンのデルタムーバー、そしてまだまだいきます。いつもデルタに持たせる時の通常のデルタフォン&デルタムーバー持たせるバージョンですね、いつものファイヤーって言って撃つ時のやつです。そしてさらにはデルタムーバーのデジカメのように相手ねスカウターのようになっている状態ですね、こちらのデルタフォン&デルタムーバー、こちらもついております。さらにはもちろんこれがないと始まらないエクシードチャージ、そうですね、ミッションメモリーがセットされている状態のデルタフォン&デルタムーバーエクシードチャージバージョンですね。そしてさらにその今言ったバージョンのデジカメのように空いてるバージョン、こちらもしっかりついております。そして最後はミッションメモリーが取れるということはデルタドライバーのミッションメモリーなしバージョンの差し替え用のパーツ、こちらもついております。一気にね早口で紹介させていただきましたが、これだけの豊富なパーツ、しかもデルタポン&デルタムーバーに関しては全て銀の塗装が初めからされておりますので、黒の部分だけがシールですね、非常にクオリティ高いものがたくさんついております、ですのでね、これに関して思ったのは、普通にねもうデルタムーバーとかに関しては普通のデルタが持つようなことあんまりないんで、もうソード以外のフィギュアでも、ね、なんかねデジカメを持たせたいフィギュアがいたりしたらこのデルタムーバー使ったりっていうのもできるんじゃないかなっていう遊びの幅を感じさせる、素晴らしい、パーツたちが今回ついておりました。お好きな形でね、楽しんでみるのもいいんじゃないかなと思います。ここまで来たのでしっかり通常モードで持たせてるデルタのポージングに変えたいなと思います。じゃあしっかり持たせてみると、はい、このようにね、通常に打たして楽しむこともできるデルタを再現することができます。もちろんねしっかり腰のホルスター何もついてないバージョンに、差し替えることも可能です。
このようにね、デルタの細かな、アクションも楽しむことができる、この騒動の魅力の一つだと思うので、ぜひね騒動でこのデルタ入手するのもいいんじゃないかなと思います。ぜひね参考にしてみてください。ということで、デルタの紹介を以上とさせていただきます。さあ続いていきましょう。5番6番で完成する仮面ライダーサイガーでございます。こちらの方もですね、劇場版のキャラクターにもかかわらず一般販売ということで、さすが騒動こだわるねという意地を見せてくれましたね。ということでね、サイガーなんですが、非常に今回のおすすめの一品なんじゃないかなと思っております。というのも豊富なオプションパーツですね、これをね中心に紹介していけたらなと思います。もちろん、サイガーの方ねしっかり体から見ていきますと、基本的にはね正面のストリームだったり、太ももの部分以外に関しては、結構シールが多めだった印象です。白の成形色ですので、足のふくらはぎのところのブラックに関してはシールとなっております。他にはね、ファイズライダーと同じように、各部シールがそれぞれついております。またね、特徴的なこの機械のね細かなカラーリングの部分も、これはシールならではの再現度かななんて思ったりもしますね。このように、頭の部分もねやっぱりこの機械部分は全てシールとなっております。確かに、シールの貼り付け具合としてはこのサイガが一番多くて複雑だった記憶はあります。しかしながらこれが一番すごいぞって言えるポイントっていうのはね、ここからの紹介になるんですよ。オプションパーツ、ついているパーツたち見ていきましょう。まずはね、手首なのですが、それぞれファイズ、デルタで紹介したような武器持ち手だったり握り手だったり開き手はそれぞれついております。それプラスに、なんとサイガだけのポージング手首、いわゆるねあのパラダイスロストで草刈にやったような首をね、ちょっと動画では言いにくい表現なのですが、このようにね首をクイッとするね例のポーズ、キバたちにね喋ってる時のこの人差し指、右手だけの手首なんですが、それもボーナスでついております。非常にねそれだけでも待遇されているのですが、もちろんのこと他には閉じている時のサイガフォン、開いている時のサイガフォン、打つ時のねガンモードになっているサイガフォン、まだまだいきます。 XU チャージをしている時のサイガフォン&サイガドライバーですね、こちらの向きですね。サイガフォンで打ってる時にはそうです、フォンが入っていないドライバーパーツ、そしてレディミッションメモリを取っている時用のサイガドライバー&サイガフォン、こちら、しっかりねついてくれております。まあここまでならバイズカイザーでもあったじゃないか、何がすごいんだっていうのはここからでございます。お待たせいたしました、見ていきましょう。こちらでございます。そうです、サイガの専用武器、背中に背負っているフライングアタッカー、こちらがなんと豪華に付属しております。すごいです。もちろんねカラーのついてる部分に関しては基本的に全てシールなのですが、まあ、シールが大変だなと思ったのはフライングアタッカーの点でございます。しかしながらね、私ねサイガのフィギュアーツもしっかり持っているんですが、これのこだわり部分がすごすぎてアーツと変わりません。正直つけてしまうとねちょっとまた見にくくなっちゃうんで、こちらで紹介するんですが、動きます、しっかり動いてくれるし、こちらの部分もしっかりこのように動いてくれるんで、打つ際も非常にリアルに再現することができるんです。このようにね差し替えではなく変形させて楽しむことができるフライングアタッカーがしっかりついております。ギミックを楽しむ上でもこれはいいんじゃないかなと思います。こんなの絶対デラックス化だったり CSM ではされないんでね。そしてこれをしっかり背中に装着することもできます。はい、このようにしっかりついていますね、かっこいいです。そしてこちらです、ミッションメモリをセットすることでトンファーエッジを出すことができますよね。それもこのように再現することができます、かっこいいですね。しっかりねミッションメモリを取ったバージョンも差し替えることでリアルに再現することができます。このようにねトンファーエッジを持たせたサイガも非常に印象的だったと思います。まさに皆さん負けるシーンですか、あのパラダイスロストのファイズとのぶつかり合いからのスパークルカットのあのシーンなんかをファイズ持っている方は再現するの最高なんじゃないかなと思います。非常に付属品が豪華であるこのサイガ、私的には一番のおすすめとなっております。ぜひね付属品も豪華で楽しめるこのサイガ、楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで最後の紹介は以上とさせていただきます。続いていきましょう。7番8番で完成する仮面ライダーオーガでございます。皆さんもね初見は驚いたと思います、あの騎馬四次が変身する仮面ライダーオーガ。
今回ねソードクロニクルで商品化となりました。意外とねフルアクションで楽しめるフィギュアっていうのもオーガンフィギュア多いようで少なかったりするんで貴重な立体化でございます。まずねこのマスク部分に関してはね見える部分だと、この口の部分以外全て塗装してくれております。首の部分に関してはシールですが、あと後ろの部分の黒ですね、こちらもシールとなっております。金の部分ですね。またね後ろのこのローブに関しても、金の部分は全てシール、この黒の部分は全てシールとなっております。この、ね、背中から垂れているこのローブに関しては、結構硬いプラスチックパーツですので、あまり、動きません。それに関してはね、ご了承いただきたいなという点ではございますが、多少ねこのように横になびかせることができますので、状況に合わせて好きにポージングさせるのいいんじゃないかなと思います。もちろんねファイズシリーズはもうこの腰可動が非常に優秀ですので、この部分で十分、動かせることができるので、そこまで心配する要素ではないかなと思います。胸の部分に関しても、上の部分ですね、上の部分のフォトンブラッドだったり、そしてねこの腹の部分の銀ですね、こちらはシールとなっております。また肩周りだったり腕周り、そしてねドライバー周りだったり、この足周りのねこのカラーのついている部分は基本的にはシールとなっておりました。このローブ部分に関しては一切シールありませんでした。ごめんなさい嘘です、ここの銀の部分以外は初めから全て塗装されているんで、ダイナミックなねアクションをさせてね飾りたい方も、シールがちぎれる心配なく楽しむことができるんじゃないかなと思っております。しっかりねこちらヒンジついているんで、このようになびかせたりして遊ぶこともできます。またね腰についているこのオーガストランザー、変形前バージョン、ミッションメモリを挿していないバージョンですね、こちらもしっかり付属しております。またねカラーの部分に関しては全てシールとなっております。このように本当にホルスターから取り外すことができます。なかなかのこの形状でね、見ることは少ないと思うんで、レアな立体物としても、貴重なのではないでしょうか。こちらねミッションメモリをセットして体験モードにすると、はい、このようにねオーガストランザ体験モードを体現することができます。皆さんまさにこの状態で飾る方は多いんじゃないかなと思います。でもねオーガって意外とね思い返してみればあって思う方もいるかもしれませんが、意外と殴り合いの方が多かったんですよね、この体験モードを使うより、ということですので、意外とファイズと殴り合わせるシーンだったり、このね今回の1番2番のブラスターフォームと殴り合うシーンだったり、それを再現するのもいいんじゃないかなと思います。ぜひね、いろんな遊びの幅を感じていただければなと思います。ダークライダー好きな方はねぜひこれをコレクションに入れてもいいんじゃないかなと思いますしね、キバユージ好きな方はぜひねこのオーガのフィギュアゲットするのいいんじゃないかなと思います。付属品に関しては基本的に、最後と同じようにこちらね、フォン周り、そしてね、こちら手首周りも同じような内容となっております。ということで、オーガの紹介以上とさせていただきます。それではね今回最後のラインナップとなりますライオトルーパー9番10番で完成するこちら紹介させていただきます。こちらの方はね非常にシンプルな体となっております。非常に、シンプルな作りとなっておりますが、造形面力が抜けているということは全くございません。頭から下回りしっかりシールなのでね、この完璧に表現されております。やっぱりね量産型ということであって、皆さんも、複数買う方もいるかもしれないなっていうのは見越して、比較的シール少なかったんじゃないかなっていうふうに個人的に貼ってて思いました。っていうのも、他のライダーたち非常に複雑なデザインなんで、その分スッキリしてる分少なかったのかなという印象でございます。またね、こちら、ライオトルーパーが使っているこちらの武器、こちらガンモードですがソードモードもしっかり付属しております。こちら、見ていただきたいポイントがホルスターですね。こちら軟質パーツとなっています。っていうのもね、やっぱデザインの都合上、ここでぶつ切りにしてしまうとちょっとね、あまりリアルに見えないなっていう点もソードスタッフ思ってくれたのかもしれません。なんでね、このように足を曲げても、わかりますか？形崩れがないんですよ。で、立たしても。っていう風に。そうなんです。はい。上に上げても大丈夫なんですよ。意外にこの量産型の、手抜き枠のように思われるこのライオトルーパー、意外とちゃんと力が入ってるんですよね。こちらのポイント非常に素晴らしいと思います。しかも、ホルスターパーツですね。こちらに武器を差し込むことも可能なんです。なんでね、武器を差し込んで、ちょっとね、今ガンモード持たしてる状態なんで、本当はありえないんですが、このように差し込んでおくことも可能でございます。ここにね、置いてね、パンチとかで戦わせたりするのもいいんじゃないかなと思います。もちろんこちらはね、いわゆる量産型のキャラクターですので、
いっぱい買われる際は、シール貼るのも頑張ってみてくださいということで、はい、基本的にね、こちらの方で、仮面ライダーソードクロニクル仮面ライダーファイズ、2の方、紹介を以上とさせていただきます。今回のラインナップもね、非常に盛り上がる内容だったんじゃないかなと思います。っていうのもね、私的にはやっぱ楽しみにしてたブラスターフォーム、非常にクオリティが高くて嬉しかったです。ブラスターフォーム購入される際はこのね、バスターモードだったりブレイドモードだったりについてはライオットルーパンついています。何度も紹介しましたが、ついていないなっていう風にならないようにライオットルーパンも一緒に購入するのを忘れないであげてください。またね、豊富な付属パーツで非常に楽しかったこのサイガ、ぜひね、お手に取るチャンスのある方手に入れていただきたいなと思います。もうね、あのフライングアタッカーが楽しいです。ほんと楽しんで、その変形ギミックもこうガチャ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 させながら楽しんでみるの絶対いいんじゃないかなと思います。さらに言えば、あのファイズ持ってる方はあの劇場版のパラダイスロストの名シーンを再現するためにもサイが必要なんじゃないかななんて思ったりもしますね。ということでね、今回の紹介は以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオー。